ストライプのたつき、ウィスってことで、今回は一人。なんでかっていうと、以前の企画で、ロシアンルーレットの企画で、罰ゲームが負けた人、一人企画っていうので、ちょっと今回やっていかなあかんねんけど、一人やとすることもないってことで、まあ、俺は、料理に自信がないと思う。だから今回は、無知識の男が、一人で料理作ってみたー。オレイ。で、今回なんと作る料理は、フォアグラのバター焼きーっていうことは、それオムライス。寂しすぎる、拍手が一人で。で、寂しいってことで、俺一人企画やけど、ちょっともう尺も持てへんから、俺あんまり。今日は特別ゲスト、新メンバー用意してるんで、この二人に出てきてもらおうかなと思います。準備はいいですか？はい。じゃあ登場してもらいましょう。新メンバー！イエーイ！うわー、京太郎でーす！京太郎でーす！せーの、ストライクでーす！そう、今回は一人企画にちょっと二人手伝ってもらおうかなと思って、ただ一人で作って一人で食っても思んないから、俺が作ったやつを二人に食ってもらいたいっていうのと、うん、ちょっと買い物風景とかも撮りたいから、うん、やっぱちょっとカメラ撮ってもらったりとか、で、ご飯の炊き方からわからへんし、うん、何をオムライスに入れるかもあんま分かってない。ちょっとだけアドバイス。うん、オッケーオッケー、俺料理できるし、俺も料理できるし、二人結構味とかも分かるし、料理するし、まあメンバーで言うとできるのが大輝と俺ぐらいから、料理ができるのが、そう、できるのが、できるって言ったら、できるのが、だから、まあ、大輝の話、人参がこんなんなったっていう、大輝のランチ客みたいなのがあるけど、人参がこんなんなったっていう、それが料理、俺もそうじゃない、こんなんだから、今回作って、せーの、お願いします。はい、はい、今からは買い物です。はい、さつき、何から買うんですか？オムライスや。オムライス、これが一番美味しいやろ。やめやめとか、お前何ができんねん。ペットフードやん、今日は。スーパーにも来たことないやつ。そない悩むな。あれ、さつきどこ行った？ほんまに買い、すぐ消えた。なんか買いに行ったんかな。あ、買ってんの、食材買ってんの。ああ、おいおいおい、もうお前オムライス買おうとすんな。出来上がってるやつ買おうとすんな。なんつって。で、玉ねぎですね。ちょ、万引きしたみたいな入れ方すんな。そんないらんからな。1個で。もしってことで、美味しくなかった時用に、うん、カップラーメン買ってるから。えがっつり。あり、それあり。料理作ったことないもん。美味しく作ろうとしろよ。で、隠し、お前だけに教えるわ。ん？隠し調味料。あ、隠し調味料。キュキュッと。全員死ぬ。はい、買い物終了。いい買い物でした。なんだ、お前服買った。うん。ということで、もう早速帰って、腹減ったわ、たつき。いい目作ったろ。はい。いい目飯見ろよ。はい。いい目飯見ろよ。それではたつきの3分クッキング、はい、していきます。はい、まずはまな板なし、俺流。もう回すな。ほんで、おい、キッチン汚い。タバコまみれやんけ、お前。こんなキッチンあるか、お前。ってことで、まずどうするんですか？まずは玉ねぎ。まずは玉ねぎじゃなくて、うん、玉ねぎじゃなくて、まあ、これをね、ティファール使う、今回は。ティファール、珍しい。もやしそば。もやしそば。うん。てれてって。じゃ。それでは早速料理の方を開始していきたいと思います。まず玉ねぎ。うん。こう切ることがないからな、俺。怖いな。どっから行ったろ、うん。包丁の持ち方ちゃんとしよう。あわあ、まど。この股間を落とそう。お、怖い怖い。うわあ。こいつ怖いわ。大胆やね。いや、ネギだ。皮めくる。で、皮一番。料理初めてなんだね。包丁置けよ、怖いわ。うるさいな、お前は。で、ここで言わせるんだけど、まずはちゃんと手を洗うこと。遅すぎるやろ。
いやもうギュッて持ってそう、さあちゃん、違うよ、俺こうザク、ザク、ザク、その分エッチやんこうするな、あ、はい、一人料理してる自分料理にこう求めてんの、うん、こうそれあかん、夢やったちょっと尺がないってことで俺が一発ゲットゴールドロンジャー、試験の時絶対、うん、ルフィが言わない言葉伸びすぎ手伸びすぎ絶対に、うん、ゾロが言わない言葉、うん、剣重た勝てる勝てな、で、そんなんしてる間にもうウインナーも切り終わると、まあ、ここからはスムーズですね、基本は、まあ、慣れてきたら宙に浮いてもいけるっていう、すごい技やなよし、今日さ味付けやな、さ油って議論何と言ったって料理初心者が温かい目で見てくれた方が嬉しいね、もういい匂いがするね、料理で一番やってみたいこと第1位、うんうん、What? What? 全こぼしやろそれあたつき、これ面白い動画じゃないから、うん、勝手に一人企画で撮ることなかったから、料理をしようとしたから、そんなおもんないとか、うん、尺なさすぎとか、うん、っていうぐらいなら見るな、うん、今はな、もこみちより高いよ、それ、まあ、俺のモットーはオリジナルや、うわ、この前2日間風呂入ってなかった翔太の吹きみたい、やめとけよ、いい感じに焼き上がってきましたね、あーいい匂いしてきたな、でも、うん、バターの風味と、うん、バターの風味が混ざり合って、うん、まるで、うん、バターの風味もしくは、うん、バターの風味、もしくは緊急事態発生、発生はい何攻撃的だ、ここでケチャップと入れていきたいと思います、うん、ちょっとなくなったらなすってってことで、ここから隠し味でいって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 いオムライスでよろしいでしょうか、あ、オムライスで味噌汁ついてます、味噌汁ついてます、オムライス1品で、はい、どうぞ美味しいオムライスをお召し上がりください、はい、お待たせいたしました、はい、はい、当定番メニューケチャップオムライスになります、おーおー、まあまあまあ、まあ、でも形にはいいんちゃう、ま、初めてのオムライスなんで、うん、まあそうです、まあ、大事なのは味ですね、うん、いただきます、いただきます、まず翔太が食べる、うん、思ってたら美味しい、どれぐらい美味しい、どれぐらい美味しい、ほんまにアマゾンが合うてことで、いいですか、助けいただいて、いただいてください、いただきます、
アマゾン川やろ。何の意味です。うまい。もう衝撃走った。実は隠し味、動画にも映したんやけど、入れてるんですよ。何ですか？ファブリーズ。だからいい匂いするんや。それはそうです。アマゾン川。押すね、アマゾンが。でもピラニア入ってる。いや、美味しい。食べ。はい、ということで、オムライス、完了しました。で、一人やってもやっぱ寂しい。ってことで、やっぱりあいつら召喚します。あ、落ち着く。まあ、ってことで、うん、今日はもう、三人やから、うん、まあ、一人気づけんねんけど、うん、ほんわかーな、うん、のろやかーな、うん、ごめんね。ほんわかせえへんの今ので。いや、マジで初めて料理作ったんや。うん、どうやった？いや俺もう予想外すぎた。美味しかった。そうやね。俺もう今日別の飯用意しとったもん。うん。あ、え？マジで美味しかった。全部食べたし。ほんまに美味しかった。どうか？ほんまに美味しかった。どうか？普通に美味しかった。なんかもうちょっとまずいご飯出てくるのかなと思った。コメント同じ。なんか近道がいいってもんじゃないよ。うん。例えばさ、遠回りして遠回りして、うん、最終近道よりも上に行くことだってあるから、うん、これが俺流。と、うん、いうことで、もう特にエンディングも喋ることないし、うん、まあ、またこういう料理企画もね、できたらいいな、また。そう、せやな。なんで、もう一人企画終わりやから、あと俺一人で天王寺動物園行くだけやから。それが重いね。だからとりあえず最後エンディングで、うん、せーの、ナイス。